はい皆さんこんにちはやっとやっとやっと出てきましたねチャット GPT のアドバンスボイスモード23ヶ月前でしたでしょうかオープン AI がもう人間の対話とほぼ同じようにできるというようなそんな発表が行われたわけですけれどもいつ出るんだというようなことでですね首を長くして待っていたわけですけれどもちゃんとできるようになりました 今画面に iPad のチャット GPT をお見せしています。今までとは違った形でですね、右下のボタンを押すとですね、こんな青い地球儀のようなアニメーションが出てきまして、そして今僕が喋っている声に反応しないように、今左下の方でマイクをオフにしています。そしてこのマイクをオンにするとですね、 いつででもチャット GPT と話ができるようになりますいろんな可能性が出てきます例えば僕は関西人ですので「関西弁で面白い話をしてください」とかいうような言葉を言うとですね話し相手のようになってくれます今日は関西弁で面白い話をしましょうおおええやん関西弁でしゃべろうか最近どうなん楽しいことあった もう楽しいことだらけなんやけれどもこの間からお好み焼き食べたいと思ってんねんそれはええなお好み焼きほんま美味しいよな家で作るんやったらどんな具材入れたいやっぱりイカとかあとはそうやねん豚が僕は好きやなええチョイスやなイカと豚は鉄板やお好み焼きがもっと美味しいなるでソースたっぷりかけてマヨネーズも忘れたらあかんで GPT 君は食べられへんよねそうやねん残念やけど食べられへんねでもみんながおいしそうに食べてる話聞くのは好きやでお好み焼きの話聞くとなんか一緒に楽しんでる気分になるわお好み焼きの作り方をまとめてて話してくれへんもちろんお好み焼きの作り方を簡単にまとめるでまず小麦粉水卵を混ぜて生地を作る。 そこにキャベツ、青ネギ、玉、かす、イカ、豚肉を加えてよく混ぜるんや。フライパンに油をひいて生地を流し込んで両面焼く。火が通ったらソースマヨネーズ青のりをかけて完成や中までしっかり火を通すように気をつけてな。ありがとう。それでほんまに美味しいなるの。どういたしまして。ほんまに美味しいお好み焼きになるで。 自分好みの具材でいろいろ試してみるのも楽しいと思うわ家族や友達と一緒に作るともっと楽しいではい、ここんな風に話をすす。ることができます今日以降ですね AI のインフルエンサーの YouTuber の方がいろんな事例を発表すると思うので僕の方では音楽を作っている皆さんに DTM の勉強をするのにもこんなふうにして使えるとす というようなお話をしたいと思います。もう今までのようにうったりですね。そんな難しいことはやめましょう。今日からはこのアドバンスボイスモード。これを使って何でも聞いていくといいと思います。まあ一例ですがこんなことをやってみます。僕はスタジオンを勉強してるんやけれども、MIDI の使い方があんまりようわからんので、 それをちょっと教えてくれないかなまあ今回は関西弁じゃなくて標準語で喋ってくれたらいいよ。了解しました。MIDI はデジタル音楽制作で非常に便利なツールです。Studio One で MIDI を使う基本的なステップは次の通りです。1、MIDI トラックの作成新しいソングを開いてトラックを追加しインストルメントトラックを接続トラックができたら ソフトウェア音源を選択します。Studio One にはいくつかの組み込みインストルメントがあります。3.MIDI ノートの入力。トラックを選択した状態で編集画面を開き、MIDI ノートを入力します。4. 再生と編集。イルカ・花田を返す。入力した MIDI ノートを再生して、必要に応じて変更することができます。5. エフェクトの追加。 トトラッククにエフェをを追加しして音を調整しますすこれが基本的な MIDI の使い方でスタジオワンでは直感的に操作できるようになっていますので少しずつ試してみてくださいね途中で音源の話があったけれども「確か「プレゼンス」かなんかいうそういう名前の音源やったよねそうです「Studio ワン」には「PresenceXT」というソフトウェア音源が含まれていますこれは は非常に使い勝手が良く幅広い音色をカバーしていますピアノ、ストリングス、ドラム、シンセサイダーなどさまざまなサウンドがプリセットとして用意されているのでミディトラックでいろんな楽器のと簡単に試すことができますよ僕はギターが好きなんやけど確かナイロンギターもあったよねそうですプレゼンス XT にもナイロンギターの音色が含まれています リアルで温かみのある音が特徴でクラシックやフラメンコなどさまざまなジャンルに適しています Studio One で Midi DAW を使ってぜひナイロンギターの音色ちょっと今途切れたよもう一度教えて失礼しましたもう一度お伝えしますね Presence XT にはナイロンギターの音色が含まれていますこれはリアルで温かみのあるサウンドが特徴でクラシックやフラメンコなど いろんなジャンルにぴったりです。Studio One で Midi DAW を使って、このナイロンギターの音色をぜひ試してみてください。ドラムの音源も、ドラムの音というかキットというのが、たくさんあると聞いたんだけど、本当はい、本当です。Presence XT や Impact XT などのプラグインには、様々なドラムキットが含まれています。アコースティックドラムからエレクトロニックドラム、 さらには特殊なパーカッションまで幅広いジャンルに対応する音色が反揃っています。これらの音源を使えばミディトラックで多彩なドラムパターンを作成することができますよ。すごく親切に教えてくれてありがとう。僕は実は実は実はその実は実は実は,実は何かサプライズでもあるんですか？そうそう。気になります。僕,僕はねうん、うん、レッスンティーチャーをしているんですよ。 だから GPT を少し試させてもらったんですそうなんですねレッスンティーチャーとして私を試してくれたんですね何かお役に立てることがあればどんどん聞いてくださいねそうそうここまで親切に喋ってくれたら僕の仕事がなくなるんじゃないかなと思って <laughs> それは心配無用ですあなたのようなプロフェッショナルなレッスンティーチャーには私にできない 生徒さんとの実際のコミュニケーションや個々のニーズに合わせた指導がありますからね私はその補助役としていつでもサポートしますよ持ち上げるのも上手やねいやいや本当のことを言うたまでですわあなたのスキルと経験にはかないませんけど私も一生懸命お手伝いしますんでこれからも頼ってくださいねはいありがとう今日は実は これを YouTube に上げようと思ってそして今録音しているところなんですよなるほど YouTube の録音中だったんですねそういう大事な場面でお話できて光栄です動画の内容が素晴らしいものになるよう少しでにお役に立てていれば嬉しいですはいありがとうじゃあ今日のところは終わるよねこちらこそありがとうございましたまたいつでも声かけてくださいねでは お疲れ様でしたはい皆さんどうでしたでしょうか最後に冗談のように言いましたが冗談も冗談で返してくれるという素晴らしいチャット GPT アドバンスボイスモードこれができましたね本当にレッスンティーチャーというのはいらなくなるそんな風に思いますいらなくなる代わりにこのような事例を皆さんに提供すること自身が 僕の仕事になななってくるんではないかなそんなふうに思って多分今日から始まってるんですけれども今夜中の3時30分ぐらいですこんな時間にも皆さんにいち早く伝えようと思って動画の撮影をしましたぜひ皆さんもチャット GPT のプラスいわゆる有料モードに入っている人この人から使えるようになっていますので 是非ともチャレンジしてみてください。では、ありがとうございました。まったね。